龍ヶ崎市駅は、茨城県龍ヶ崎市左官町にある、東日本旅客鉄道常磐線の駅である。本項目では、関東鉄道龍ヶ崎線の佐野木駅についても、記述する。龍ヶ崎市駅、佐野木駅は、龍ヶ崎市の西部に位置し、同市の中心市街地へは、佐野木駅より、関東鉄道龍ヶ崎線が、龍ヶ崎駅まで連絡している。 かつては JR 東日本も佐抜駅を名乗っており、開業から120年間にわたってに事業者とも同一駅名であったが、2020年3月14日に JR 東日本の駅のみ改称され、龍ヶ崎市駅を名乗るようになった。駅名が市と名付けられたのは JR 東日本では1962年に改称された。 中央本線の山梨市駅以来58年ぶりとなる。事務官高度は42万1102。牛久沼、小海側の最寄り駅である JR 東日本の駅名である龍ヶ崎市駅は市名龍ヶ崎市に由来する。すでに関東鉄道龍ヶ崎線に龍ヶ崎駅があることから市が駅名に付けられた。現在は関東鉄道のみの駅名となっている。 佐抜駅は開業当時の地名に由来し、開業当時から現在に至るまで駅周辺の地名として使用されている。駅が開業した1900年当時は、淳馬村佐抜となっており、旧龍ヶ崎町域ではなかった。その後、1954年に、淳馬村ほかご村が、龍ヶ崎町に編入され、龍ヶ崎町が市政を施行し、龍ヶ崎市となり、 駅所在地も龍ヶ崎市内となった。2020年3月13日までは JR 東日本の駅名も佐抜駅であったため千葉県富津市にある内房線の佐抜町駅とは名称が似通っていたことから佐抜町駅が最寄りのマザー牧場へ向かう旅客が誤って当駅で下車した事例が報告されている。そのため当たり駅の構内には注意。当駅は マザー牧場の最寄り駅ではありません。と注意を促す掲示がなされていた。JR 常磐線、佐抜駅東口の商工会談に表示された、2020年3月14日に、新駅名、龍ヶ崎市駅に変わることを知らせる告知サイン、常磐線の当駅に氏名を冠する必要があると考えた龍ヶ崎市は、JR 東日本と協定書を締結し、2017年4月に、 JR 線の当駅を龍ヶ崎市駅に解消することが一旦は予定されていた。覚書を交わした当初の段階で2017年4月に予定されていた消費税増税に伴う JR 東日本のシステム変更に合わせることで市が負担する解消の経費を削減することを見込んでいた。その後、消費税増税の延期が決まり市の負担が増える 可能性が出てきたことで、解消時期を延期することとなった。その後、市は2020年春に解消する方針を固め、JR が予定する大規模な施設更新に合わせて行うことで負担を減らすこととなった。2018年7月10日、JR 東日本水戸支社が、龍ヶ崎市駅への2020年春の解消を正式に発表し、2019年12月13日に、 2020年3月14日のダイヤ改正時に、龍ヶ崎市駅への解消を行うことを発表した。2015年6月時点での駅名解消に関する、龍ヶ崎市長への手紙の企画化の回答によれば、市の打診に対し関東鉄道は、龍ヶ崎線の駅名は、現状の佐野木駅のままとしたい、胸を回答したとされ、その後も関東鉄道は、駅名変更を予定していない。 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ地上駅。南西から北にカーブしている。出発時は2番線を除き駅係員が乗降終了合図を送っている。下り本線はカーブがきつく、列車とホームの間に大きな隙間が生じるため、対比がない列車でも抽選着発の列車が多い。中線進入時は、 本線と比べてより手前から助行する必要があり、連続停車とは家え全体の所要時間を短縮する必要がある特急列車や特別快速列車は本線に停車する、京上駅舎を有する、改札口は1カ所、出入り口は西口と東口の2カ所があり、東口前に関東鉄道流が先線の駅がある、自動券売機、緑の窓口、指定席券売機、 水加対応自動改札機設置駅。直営駅であり、管理駅として、藤代駅、牛久駅、日立の牛久駅を管理している。かつては、駅の南東側に併設されていた片倉地下林、工場と日本通運配送センターとの貨物操車場が存在していた。この貨物操車場にて、関東鉄道流が先線の線路とも接続されていたこともあり、 郵便関係や米の物流として、昭和中期までは、関東鉄道流ヶ崎線への貨物輸送で利用されていた。前日の通り、2020年3月13日までは、駅名が、さぬき駅であったことから、千葉県富津市にある、観光牧場、マザー牧場の最寄り駅である、内房千佐官庁駅と間違えて、当駅に来る乗客もおり、JR 東日本でも張り紙をして、 注意喚起している。マザー牧場でも検索上の注意で当駅の存在に言及していた。乗り場発車メロディ1990年代から東洋メディアリンクス制作の発車メロディを使用していたが、龍ヶ崎市からの要望により2017年6月3日に龍ヶ崎に関連する楽曲をアレンジしたメロディに変更している。これは同志のイメージアップを目的としたもので、 一般公募によって集まった156の曲の案の中から、龍ヶ崎市音楽協会の会員や、流通経済大学の学生等で構成された、JR 常磐線、佐野木駅ご当地発車メロディー選考会議によって、選ばれた3曲が採用されている。メロディはすべてスイッチの制作で、編曲は福島直也が手掛けた、短式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては、 JR 駅の東側に、関鉄さぬき駅の看板を掲げる、小さな駅舎が置かれていたが、2009年1月10日に、駅ビル化され、ビル、龍ヶ崎方に、駅用のフロアがある。出口は、JR 東口連絡通路と、東口タクシー乗り場前の2カ所にある。全車はさらに二手に分かれ、JR 東口前のフロアと駐車場経由で、南口商店街に出られる。 出口名称は表示されていない。こうした構造のため、JR 駅西側へ出るには、JR 駅京上駅舎を経由することになり、その配慮からか、JR 駅西口の表札には長い、間鉄道会社名が表示されていなかった。列車の発車直前には発車メロディを使用する。2012年5月16日より、窓口営業時間が朝、夕方のみに変更された。 自動券売機、パスも簡易改札機設置。置出札窓口では、鉄道線の定期券は発売しなくなったが、路線バスの定期券は発売する。路線バス、流通経済大学特定バスの回数券を発売する自動券売機もある。改札口はあるが、IC カード以外は、改札が省略される。収札は、駅員がいる時間帯に限り、駅員が行う。 パスもスイカ以外の交通系 IC カードには対応していない。かつては現在の JR 常磐線と線路が接続されており、貨車が行き来していた。龍ヶ崎線での貨物輸送廃止後に撤去され、跡地は駐輪場や飲食店などになっている。ワンマン運転開始前は現行のホームの反対側に駅舎とホームがあった。校内を流れる用水路に当時の名残がある。 2019年度の1日平均乗車人員は12,529人である。近年の推移は以下の通りである。JR 東日本は関東鉄道の理解駅として開業した歴史があるが、大規模住宅地である龍ヶ崎ニュータウンへ当駅から路線バスが走り、龍ヶ崎市東部まで広がるニュータウンの全地区は主要道路がすべて市西部の当駅に通じており、 ニュータウンからの東京通勤者が多い。流通経済大学も中心市街地に隣接した場所にあるが、送迎バスは当駅を発着するため、学生、関係者の利用も多く、JR 駅案内サインは、茨城県内では数少ない多言語表記である。龍ヶ崎市の玄関口として、また、稲敷市江戸崎地区、新都根地区から自家用車で当駅まで来てから列車に、 乗車する住民もおり、当駅の利用範囲は広い。駅西側は、取手市の藤城地区である、新川、双葉地区に近く、双葉団地までのバスも発着する。隣の藤城駅と同様、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線開業による利用者減少を受けないと考えられる駅であるため、特急等の列車の停車が増加傾向にある。ちなみに、 上野から東駅までの特急券の料金は760円であり、牛久井園は1020円となることもその背景にあると考えられる。近年は利用者数が年々減少傾向にあり、特に少子化と転入人口減に伴う高校生の通学利用の減少が大きい。現在は牛久駅の利用者を上回り、茨城県内の常磐線の駅では、水戸駅、鳥出駅、土浦駅、 勝田駅に次いで5番目の駅利用者数となっている。2019年度の1日平均乗降人員は2245人である。近年の推移は以下の通りである。両路線ともに朝夕は運転本数が多くなる。龍ヶ崎ニュータウンや最も近い旧宿場町の若芝宿とは住宅街が繋がっておらず、駅周辺の住宅地を東へ出ると田園地帯が広がる。 西方面には牛久沼がある。駅周辺には商店やスーパーマーケット、居酒屋が何軒か立地するが商店街と呼べるほど密集はしていない。停留所の名称は東口の1から5番乗り場が龍ヶ崎市駅、6から7番乗り場が龍ヶ崎市駅東口前及び龍ヶ崎市駅東口である。西口は龍ヶ崎市駅西口である。 龍ヶ崎駅と区別するために、方向幕では、JR 龍ヶ崎市駅と表示される、駐車区出店報道発表資料新聞記事、JR 東日本関東鉄道佐抜駅に関する、カテゴリー、ありがとうございます。